澄み切った音色が打ち鳴らされてまいりました。さあ放送席は山崎さんにおいでいただきました。両者の表情なんですがね、どのようにご覧になりますか。まあ両選手ともいい顔してますよね。体調もいい証拠なんじゃないでしょうか。となりますといい試合を期待したいところですね。そうですね、期待できるんじゃないでしょうか。ローを打ち込みます。膝へのキックです。ローキック、ローを打ってまいります。ローを打ってまいります。ローを打ち込みます。ローキック。ここまでの戦い振り返りご覧になっていかがでしょうか。これはまだ五分五分ですね。そうですか。膝へのキックです。ローを打ち込みます。膝へのキックです。ローキック、ローを打ってまいります。蹴りをぶち込みます。タックルでぶちかまします。足攻めに転じます。ドテッパラに蹴りを見舞います。ローを打ってまいります。僕もそうだったんですけど、プロっていうのは怪我に対する恐怖感がいつもつきまとうわけですよね。まあ僕なんかの場合は試合前に塩をまいたりとか、そういうことをして精神面を吹っ切ったりしてましたよ。なるほど、そうだったんですか。このあたりの攻撃いかがですか。いいと思いますよ。スタミナを奪うには効果的ですよね。強烈に締め上げてまいります。あっと、逆に捉えた。ゼロワン期待の若虎、この佐藤光平、まだまだ荒削りではありますが、それが逆にこの男の魅力であります。ゼロワンの熱き鉄砲玉、はっきり言って怖いもの知らずです。掴んだ、ストマックに突き刺さります。掴みます、ストマックへの攻撃であります。掴みます、強烈に打ち込みます。このあたり気迫がすごいですね。そうですね、こうやって感情を表現できるっていうのはプロとしての強みですよね。膝へのキックです。ローキック、ローを打ち込みます。ローを打ち込みます。腕をフックします。逆に投げてまいります。あっと、張った、張れて攻撃、ロープブレイク。実況席まで鈍い音が聞こえてまいります。あっと、キャッチした、させません。ロックアップ、対角線に飛ばした、タックルぶちかまし、けさぎりで打ってまいります。おっと、逆に捉えた、逆に返します。鋭いキックです。行くのか、返してまいります。グラウンドに持ち込んでのネックロックです。ロープブレイクです。組みに行きます。逆に倒します。エルボードロップ、組み合います。コーナーに振った、あと逆さずりにしてまいります。強烈なキックです。この辺りどうでしょうか。まだ完全に入ってませんね。強烈なキックです。ローを打ってまいります。蹴りをぶち込みます。チョップがうなってまいります。ローキック、膝へのキックです。膝へのキックです。キック攻撃を見舞います。掴んだ、カウンターが待っていた。あと返します。ハイキック側頭部、ボールに入ります。ここは連続で持っていきたいですね。ここで一気に自分の流れに持っていきたいですね。チョップであります。逆水平を打っていきます。バックドロップの体勢、エルボーで返します。気合を入れてまいります。ドロップキックを見舞ってまいります。掴みます。もう針振り切ってますね。そうですね、
すごい気迫ですよ。10分経過。ヒートアップしてますよね。トゥーカウント。いけるか。正面から投げを見舞った。起こした。ハイキック。ガジェット組み合った。正面から投げていった。バット返していった。抱えた。おっと外した。バックを取ってジャーマー。カウント2。小脇に抱えた。エルボーで返す。手下げりチョップ。腕をフックした。DDT 前頭葉から突き刺さった。ローキック強烈。あっとキャッチした。あっと逆に蹴っていった。腰に手を回した。ジャーマー。綺麗な人間強。3つは入りません。バックに回った。ジャーマンスープレックス完璧。もうここまで来ると作戦とかじゃないですね。出方が勝負ですよ。エクスプロイダーいけるか。エルボーで切り返す。腕を回した。垂直落下式の DDT。 ロープブレイク、ロープブレイク。バックに回った。プロレスの芸術品。ジャーマー危ない。カウントリーテイク。キックが顔面を捉える。抱き起こす。そのまま叩きつけていった。ああ3ヶ月目。岩壁の母の胸に抱かれました。バックを取ってバーク。タラッポン。15分経過。15メレッグドロップで強烈に頸動脈を締め上げる。頭を掴んでエルボー速射砲。あっと顔面か。立たせていく。あっと逆に投げていった。あっと逆に捉えた。あっと逆にキック。腰に手を回した。あっとエルボー。バックを取ってジャーマー。綺麗な人間強。カウントリーテイク。重低音は大根。蹴りをぶち込む。引き起こす。ブレンバスターで切り返した。大変な死闘になりました。戦いの中に喜びを感じ涙を拭いきれない。エクスプロイダーの体勢。バックに回った。プロレスの芸術。